イスタート。水よりウルティマよりだったゲームの RTA、始まるよ。早速スタートです。うわ、ケムコだ。これバカゲーなのかよ。ほな最初から。幼芸なので、まずはキャラメイクです。肉壁役なので、HP と力に特化。力がないと、いい防具が使えないよ。武器は、総動選択。名前はわかりやすさ重視で、肉壁の、肉、です。さて二人目ですね。なお四人作らないと、ゲームを始められないですぜ。二人目のコンセプトは、殴り役。でも捨て振りは、肉壁と一緒。チャートを作っていくうちに、差別化は無意味と、悟りました。名前は、殴り役だった頃の名残から、ボウ、となっております。さあここからが、工夫の見せどころ、プリースト役を作ります。プリ役は、しばらく前衛に立たされるので、申し訳程度の HP が必要。そして TRPG 特有の、必須ゴミスキルを、担当してもらいます。は、捨て P の余裕がないので、こっちで取らざるを得ないのです。そして魔法は、いきなり3種も取得し、プリとしての尊厳を確保。何でもできる、器用貧乏の誕生だー。名前は、プリ、でええやろ。最後の一人は、純然たる明治役。HP なんていらねえぜ。HP は初期値、でも MP は多くない。なんでこのおっさん。プリとは別系統の魔法がいるので、そっちに、捨て P を取られる上。残りのスキルも、担当しないといけません。治療、開ける、登るなど、出番の多いやつ。あれ、おかしいね。捨て P が、余っちゃってるね。あまりゼロになるって、ちゃんと書いてあるのにね。はい、正解は、開けるが、レベル3でした。こいつはずっとしんがりです。あだ名は、ケツ、で十分だな。ほな始めまよ。あらすじ、ここはシリウスって恒星に近い、オセアナって星です。なんか小さな島々が多いので、主な交通手段は、ワープとなっております。そして、地方を治めていた王が、オーアル魔術師ナムターに暗殺されてしまい、恐怖政治が始まってしまったので、野郎ぶっ殺してやる、というお話です。さて、オープニングは4分30秒まで続くので、先にゲームの紹介をしましょう。本作は、ファミコン末期に発売された、割と出来のいい、3D RPG です。3D なので、ウィザードリーのような作品かと、勝手に思い込んでいたのですが、自由度がクソ高く、戦闘周りは雑でした。つまりウルティマだったんだよ。イメージ的には、ウルティマ6と、ウィズ6を足して、12で割った感じかな？この手の RPG は、ノーヒント初回プレイこそ、進化が味わえるものなので、RTA を、してはいけない。作業に次ぐ作業になったよ。具体的には、雑魚戦など、不要だ。10米ウォークで、シナリオを進めるだけ。しかも、両つべに RTA 動画があったよ。どこかで見たような、レイアウトのね。チャートもタイムも、大差なし。あ、レビューは違いましたね。あっちはバグあり、こっちはなしです。キャラ作成時にあれこれすると、最初から、カイザーフェニックスが使えますぜ。ようやくオープニングが終わり、港に着いたようですね。というわけで、すぐさま公安に逮捕され、身ぐるみ剥がされて、牢屋に、さらには全裸の一問で、放り出されてしまいました。さあ冒険開始です。
そこのけそこのけ、肉棒プリケツが通る。第一犠牲者発見。固定円化はカール、距離を詰めてぶん殴れ。ふん、雑魚か。所詮ただの犬よ。本作は、多めの固定円化と、ほぼ固定歩数円化の、組み合わせです。円化しそうになったらセーブして、逃げミスに備えましょう。今度はランダム円化。人型かもん、またただの犬か。こっちは金が欲しいんだよ金が。まあレベルが上がったので、やぶさかでない。そろそろ目的地の、北東の酒場ですね。手前でセーブしまして。我が名はカール・アウグスト・ナイトハルト。行くぞ！ケツ殴らないで、ケツ殴らないで、プリは1発までならいいから、お願い。肉殴って、棒殴って、下半身を狙わないでよ、お願い。ここまでか。この戦闘だけは、ケツが危険にさらされるので、どうしてもリセゲーになってしまいます。100% 安全なチャートもあるので、そっちでもいいかもね。本作は露骨な防具ゲーなのですが、この牢獄には、まともな装備がありません。それにどうせ、ケツ用の防具なんてないし、リセゲーの方が早いな、やれ。この先、もう苦戦する戦闘はありません。さて、やっと酒場に入れますね。この中にいるのは、なんかグラフィック表示、めっちゃ遅れますね。最初の仲間、アルリックがいました。早速前に立てや。こいつの特徴は、その弱さ。ケツを後列に下げるための、頭数です。言い忘れていましたが、5人目以降は後列で、絶対に殴られません。魔法すらほぼ飛んでこないので、一部ボス戦以外、火ダメゼロです。やったね。あ、お財布かもーん。お財布来た、これで船賃足りる、雑魚戦は。ちなみにこのゲーム、お金は個人管理です。ウィザードリーと同じですね。不便で意味がない、はっきり感じたんだね。さあ次の目的は、社会のゴミとなり、海に捨てられることです。死体袋に隠れることで、こんな牢獄とは、おさらばよ。なお成功法は、きっつい戦闘ばかりです。ボス戦とか、全裸ボス戦とか、闘技場とか。ここがフィールドマップですね。簡略化されていて、結構狭いです。そこの泉で回復してから、まずは奴隷キャンプを、あさりに行きましょう。暴れんな。暴れんな。つくぅ。奴隷キャンプには、奴隷しかいないのに、お宝が山盛りです。もし貧乏人キャンプだったら、魔法なし全裸新聞でしたね。お邪魔するわよ。今楽にしてやるからな。本来の治療スキルは、仲間の瀕死や気絶を回復するものです。でも場面に応じて、NPC にも使えます。厄介ですね。なおこいつからは、結構いいお礼がもらえます。グレートヒーリングはホイミーか。サンストロークは狙いかだー。気持ちいいよ。次の目的は、隣の小屋のじいさんから、年金を奪うことです。このじじい、初回プレイの時には、全く侵入を許さなかったのですが、単なる魔法好きだったので、魔法を使ったら、戸を開けてくれました。ボンファイア。こんなヒント、どこかにありましたかねー。本作最大の謎解きだったよ。さてここにあるのは、安全に橋を渡るための、市民証です。さっきの殴られ好きの兄ちゃんは、これがないから、くっそしばかれたんですね。一応押し通ることもできますが、RTA では、無理無理無理、埋めない。
あとはメライカのファイアーライトと、MPB 回復のドラゴンストーンを回収。ジジイ、いいもん持ってたな。お礼にこいつをくれてやんよ。奴隷キャンプのくせに、まあだお宝の匂いがするよ。最後の宝は、その辺に落ちています。一応鍵がかかっているのですが、キャラ作成時の、開けるスキル3で、クリアまで一切困りません。楽勝。名を拾うのは、ゴミ鎧、クソゴミ鎧、クロークなんとかだけです。鎧は全裸よりマシ、クロなんとかは、クリア必須魔法です。では帰るぞ。さあここからはついに、完全なるフリー行動です。金持ちの家を荒らすもよし、強引なドリブルで、橋を突っ切るもよし。その中で、この私が選んだのは、落ちてるゴミ装備を拾った後、土下座して、橋を通してもらうチャートです。このゲーム、いつもゴミが落ちてんな。夢の島か何か？ちなみに、装備屋はないも同然なので、何もかも、拾い集めるしかありません。何を拾い、何をカットするか、人によってチャートが大きく変わりますね。とりあえずこの時点で、前3人に、武器と鎧が揃いました。クソ雑魚単体出現なら、かろうじて、狩ることができるでしょう。もう 100% 出ませんけどね。このゲーム、敵の出現数が、くっそ多いんですよねー。火を吹く20匹の亀に、おまけ付きとか、ちょっと水越えしてんよう。ありがとうございます。はい、枯れません。逃げます。こんなワンコ8匹ですら、15ダメ連打で即落ちなんだぜ。ここが序盤の難所、くっそ殴られる橋です。市民証を盗んでいれば、40円払って、通してもらえますが、持っていないと殴り合い、そして装備がないので、ほぼ移ります。しかも市民証の自力ゲットは、これよりきつい、牢獄闘技場。序盤のシナリオとバランス、ちょっと。さて、最初の橋を渡り終えましたので、ここからが中盤戦です。この後は、西で仲間を加えるもよし、東の町に向かうもよし。そして、私が選んだのは、仲間はカットし、東にワープです。RTA っぽさを演出するため、神秘の森に直行だ。神秘の森は、ワープの中継地であり、ドルイドの聖地でもあります。また南東部には、ドルイドが祀っている、人間野獣の神もいますぜ。人間野獣ってなんだよ。お、マッシュルームが生えてる。後でしゃぶろう。こんなクリア必須アイテムを、適当に配置するのはやめちくり。他のお宝はカットするので、あとはマップ中央から、ワープしましょう。そういえば、塩化率がわかりやすいよう、耳枠にエネリーソナーをつけてみました。鈴のようなものが、激しく動く場所ほど、塩化率が高いわけですね。ここまでか。防具のしょぼい序盤において、逃げミスは、即リセになります。中盤以降は、敵のターンが長すぎるので、これもリセの方が多いですね。一度出て、位置をリセットしましたが、あまり意味はなかった。ここのワープからは、東と北に行けます。北は敵の本拠地なので、まだ早いですね。森スキルを使って、東の島へ、伊賀鎌倉。はい、着きました。全体マップの、ちょい右ですね。この付近には、ウマアジコテイクソザコがいます。レベル4まで狩るのじゃあ。お願いします。マーク3くんオフスオフス、セガ製品か何か？腕力がしょぼくて、2発で倒せて、経験値は割高なんだよな。しかも邪魔な位置にいるので、倒すことはロスにならない。やったね。
なお邪魔じゃない方に喧嘩を打った模様。レベル4達成、しばらくこれで我慢しな。次の目的は、そこの港で金を払い、遠くに運んでもらうことです。この海賊の港は、50円を支払うと、漏れなく、ゴミ捨て場に運んでもらえるので、ゴミの山から、お宝を回収し、すぐ戻ってくるとしましょう。出港の前に、ちょっとお祈りです。世界記録が出ますように、ニコ生記録が出ますように、自己ベストが出ますように、完走できますように、フリーズしませんように、クソガミ字が治りますように。ふう、随分苦戦しましたが、いい結果が出ましたね。では本題に戻って、海賊と運賃を交渉しましょう。50円か、50円でいいのか、このチンポアラメ。50円を払うと、まず美味しいご飯、後船長挨拶、恋人の紹介があります。その後は、ゴミと一緒に運ばれます。お前いつも強制連行されてんな。はい、死者の町、ネクロポリスに捨てられてしまいました。塩化率が激烈に高く、雑魚がクソ強く、さらに死者の王まで嫌がる。こんな強さできたところで、雑魚の一匹も倒せないのです。まあその代わりに、お宝は超うま味です。あとボスとかいませんです。はい、だから最速で来る必要があったんですね。おー、開いてんじゃん。一箱目は最終装備の一つ、マジックチェーン、ブラックヘルムです。後でまとめて装備しましょう。なお、すべての武器防具には装備可能薄手が設定されています。力30にあれば困りませんが、素早さ、精神依存装備だと使えませんね。二箱目は、僕は開いてんじゃん。中身は魔法ばかりで、インフェルノ、ビッグチュー、インセクトプレイグが有能。効果はそれぞれ、イオラ、全体ギャド、ルカナンといった感じです。あ、今更ですが、魔法は使って覚えます。そしてあんまり売っていません。ぼちぼち、いい装備が揃ってきたので、ここらでステピーを振りましょうかね。は、ひたすら HP を伸ばすぜ。てめえら変態魔女勢肉まんで十分なんだよ。アルソックは初期レベルかよ、べ。プリは3マジックを上げて、さらに MP を伸ばします。これはインフェルノの威力が、3マジックに比例するからですね。逆にビッグチルは、捨てと威力が関係しない、しょぼめの魔法となっております。誰が使っても同じなので、MP さえあれば、いいわけですね。スキル比例型の方が、低 MP かつ強いけど、数が少ないんだよねー。何かやったらセーブ、大事。ね、大事でしょう？逃げやすいのと、距離の概念があるので、10米ウォークも楽ですね。運が良ければ、逃げミスしたとしても、近づかれるだけで終わりますぜ。駆け足。止まれ。中ボスはいないと言ったがな、あれは半分。そうだよ。この隠し通路の向こうに、なんとも微妙な奴が、一匹いるのです。古いチャートでは、初期キャラのプリを使い、気の精を召喚していたのですが、自分でキャラ作成すると、所持魔法が、何一つないのです。魔法のない、プリ系明治系とか、ちょっとハードモードすぎんよ。まあなんとでもなったので、このチャートになりましたとさ、ちゃんちゃん。準備の最後に、苦難とかを唱えて、全員の防御に、あげたら完了。お願いします。
設定も強さも不明の中ボス、ストーンデーモンくんオッスオッス。まずはお互いに近づき、距離1となりました。行けや。じゃあ俺から。何の意図で配置されたのか。わかんねえな。では死者の王のところまで、16倍速でお送りします。ここの王は、白く太った体、宇治の空いた髪、ふんどしの代わりに、コウモリの巣を吐くクズ。そして何とは言いませんが、マッシュルームで、おかしくなってしまう。ちょうど一本持っていたので、差し上げろ。そしてトリップした隙に、盗む。シルバーキーゲットだぜ。じゃ帰りましょ。帰る間に、シナリオ解説でも、するとしましょうか。ラスボスのナムターは、国王を暗殺し、この国を支配したわけですが、そのワルダ国に、数名の有力者が、協力していたのです。まずは、ラスボスの同僚3人のうちの1人、ミスなんとかってジジイ。ラスボスとこいつは、残る2人に奇襲をかけ、石にしたり、しなかったりしたのです。まあそいつら、簡単に蘇りますけどね、初見さん。その他、さっきの白豚も、協力者ですね。あの豚は死者の王、妻は、地下世界の女王だったのですが、いつも妻に、マウントを取られていたので、ついワルダ国に乗ってしまったのです。女王は今、家の中で、ぐるぐる巻きにされてるよ。屈強なラスボスを倒すには、この女王の協力を、仰ぎたいところなので、ぐるぐる巻きを固定しているロックの鍵をかっぱらってきたんですね。以上の設定を踏まえて、今後の流れを説明しますと。1、まだまだ続く予想日集め。2、勝運固有現る。3、人妻とジジイとジジイ。4、ラスボス以外クソ雑魚じゃねえか、お前んち。の4本立て。あと2時間26分弱となっております。はい、やっと出口ですね。クソ塩化率だった。この白くべたつく何か。ここはタランチュラの巣。説明しよう。タランチュラは HP1、素早さ1、防御1、攻撃128。よろくてとろくて沈下す臭いけど、決して、殴られてはいけない相手なのだ。幸いここでは単独なので、99割は大丈夫ですが、ランダム演歌では4、5匹なので、逃げミスしたら終わりです。もし殴られた場合、記憶ダメだけなら、気絶、治療ですぐ復活が可能ですが、HP ダメの場合、死亡してアウトです。蘇生させられるゲームではありませんから。正確に言うならば、蘇生費は年収5年分って感じです。今度こそ脱出するぜ。ランダムワープだけどな。あれ、ここ40円払った橋かな。ちょうどいい位置に飛んだので、早速試今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。